さて、ニューラルクラウドのリリース日が刻一刻と近づいてまいりました。ところで皆さんは疑問に思ったことはないでしょうか？そもそもニューラルクラウドってどんなゲームなの？そこで今回は、ニューラルクラウドのプレイ映像を見ながら、ニューラルクラウドがどんなゲームなのか紹介していきます。それでは早速見ていきましょう。ニューラルクラウドでは8人1チームを編成しステージを進んでいきます。小さな SD キャラがグリグリ動くのが新鮮ですね。ステージは分岐式で、自分でルートを選択できます。マスによっては戦闘以外のイベントが発生します。ステージ限定のバフ効果をゲットするマスなんかがあります。その辺の自由度が高いので自分で戦略を立てて進めるのが好きな人は好きなゲームかもしれません。またマップについては毎回変化するため、ローグライク的な楽しみ方も可能です。続いて戦闘についてですが、基本的にオートの戦闘になります。この辺はドルフロ本編とあまり変わりませんね。こちらでコントロール可能な要素はキャラの配置とスキルの発動タイミング。キャラクターは戦闘開始前に移動させることができるので、相手に合わせて効果的な陣形に変更することができます。スキルは右下のアイコンから使用でき、コストを払うことで好きなタイミングで使用できます。また、キャラクターごとにもスキルが割り振られており、キャラクターのスキル発動時にはかっこいいカットインが入ります。ここ好き。総じてゲーム性は前作を踏襲しつつ、より戦略性に特化させた感じになっていると感じました。ストラテジーやタワーディフェンスほどではありませんが、別のベクトルから戦略性を楽しめるゲームではないでしょうか。最後にガチャについて紹介します。ガチャは一般的なソシャゲをイメージしていただければ良いです。ここは前作と大きく異なる点で、若干課金による恩恵は大きくなるのかなと思います。今まではゲームにかけた時間がそのままプレイヤーのレベルに反映されるため、新規に厳しい環境だったのかなと思います。そう考えると、少し優しくなったのかもしれません。ガチャのシステムは原神に似た感じで、石を集めてチケットに交換するような感じです。最高レアリティの確率はかなり絞られている感じではありますが、天井システムがあるため、狙ったキャラは入手しやすいのかなと思います。最後になりますが、ニューラルクラウドの事前登録がすでに始まっています。興味がある方は早めに事前登録をしておきましょう。という感じで今回はここまでとなります。ニューラルクラウドの動画を今後も上げていくので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。この僕にお任せください。何だってこなしてみせますよ。私はフェアン。少し援助してもらえないかな。考古学ってお金の消費が激しくって。リーゼと申します。細かい自己紹介はなしにしましょう。これから少しずつ理解していただけるはずですから。教授、ここに私の好きなスイーツあったりします？また会えて嬉しいわ。私はアビゲイル。いつでも命令をどうぞ。超ド級の癒し系アイドルなのか。ここに剣山。この歌声で世界